認させていただきますね。はい、リストにある任務は全て完了しています。旅人さん、パイモンさん、お疲れ様でした。連絡を受けてすぐに駆けつけていただきありがとうございます。あなたたちが来てくれていなければ、これほど大量の依頼処理できていなかったでしょう。ひひ、お安いご用だぜ。でもこの2日間確かに忙しかったけど、ほとんど荷物の配達やキャラバンの護衛ばっかりだったな。人手が足りないって聞いたから、てっきり重要な任務だと勘違いしちゃったぞ。お二人ともベテランの冒険者ですから、確かにこういう依頼をお願いするのはもったいないですよね。ただモンドは毎年この時期になると似たような状況になるんです。え、どうしてだ？はい、そうです。今は穀物や果物の収穫時期であり、お酒で有名なモンドにとっては一年で最も重要な醸造の期間となります。農家は新鮮な農産物の販売を急ぎ、大手酒造業者は質の高い醸造の原料を買い付けます。なるほど。最近お酒に関する話題をよく耳にするのはそのせいだったのか。え、なんだと？本当か？ああ、代理団長がみんなを本部のホールにお呼びなんだ。早く行かないと間に合わないぞ。おい、待ってくれ。あのセピロス騎士の二人、だいぶ慌ててるみたいだな。よう、旅人にパイモンじゃないか。元気にしてたか？あ、ガイア、ちょうどよかった。なんでみんな騎士団の方に走って行ってるんだ？心配するな。お前らの手を必要とするようなことじゃない。実はさっき大団長から騎士団に手紙が届いてな。代理団長が本部にみんなを招集して、その手紙を開封することになったんだ。なるほど、それなら安心。って、ちょっと待った。今、なんて言った？セピロス騎士団の大団長って、噂に聞くあの遠征の指揮を取ってるファルカ団長のことか？ガイア、その手紙には何が書いてあるんだ？遠征隊の状況はいつ戻ってくるんだ？おっと、まさか俺よりパイモンの方が大団長のことを気にしているとは。意外とおせっかい。よく耳にするけど、会ったことがない人だし、気になるのも当たり前だろ。陣団長も騎士団の生きた伝説だっていつも言ってるから、オイラすっごく気になってたんだ。それに遠征隊がここを離れてかなり長いよな。それなのに具体的な動きを耳にしないし。代理団長の評価も随分と控えめだな。あの人は伝説と呼ばれるようになるまでの間、周りにかなり迷惑をかけてきたんだぜ。詳しくは時間がある時にでも話してやるよ。お前ら随分と興味があるようだし、せっかくの機会だ。一緒に騎士団に行ってその内容を聞いてみないか？栄誉騎士もだいぶ顔を出してないだろう。みんな寂しがってるぞ。うん、じゃあ行ってみようぜ。キャサリン、またな。はい、気をつけて行ってらっしゃい。絞れたの？今日のおすすめは、you
さて、どうやら人も揃ったみたいだな。あら、かわいこちゃんにバイモンちゃん、あなたたちも来てたのね。手紙のことを聞いたのかしら。ああ、さっき冒険者協会の近くでガイアに会って聞いたんだ。おー、ホールにこんなに人が集まってるところを見るのは初めてだな。なんだかオイラまで緊張してきたぞ。そう固くなるな。俺が知る限り、大団長が手紙なんかを書く暇があるってことは真面目な話じゃない可能性が高い。それに悪い知らせじゃないのも確かだ。ガイアは少し誇張しているけど、私も同意見だわ。何しろミカは感情を顔に出しちゃう子だからね。ほら、階段の手前、ジンの横に立っている子よ。彼は以前エウルアのタイで測量士をやっていたの。測量の才能に恵まれた実直な性格の子よ。遠征隊が出発する際、大団長にタイの石膏の要として任命されたの。今回の手紙も彼が持ち帰ったものね。全員揃ったようだな。みんな静かにしてくれ。これより大団長からの手紙を読む。ミカ、任せたぞ。は、はい、ジン団長。皆さんこんにちは。僕は遊撃小隊の測量士ミカ。これまで遠征隊と共に任務を遂行していました。ではファルカ大団長からの手紙を読ませていただきます。セピュロス騎士団の諸君、元気にしてるか。ファルカだ。まず最初に伝えたいのは、今のところ遠征隊は全員無事だということだ。安心してくれ。よかった。はあ、手汗でびしょびしょになってたよ。続けていいでしょうか。ああ、続けてくれミカ。ということだから、こっからの内容はリラックスして聞いてくれたまえ。この手紙を焚き火の横で書いている今、俺と遠征隊はテイワットの北境に駐屯している。遠征の目的は過去に残された危険な秘密だと俺は言ったが、今もそれ以上のことは言えない。だが任務の進捗について心配無用だということだけは保証する。この2ヶ月の間、俺たちは思いがけない人物と出会った。ファデュイの執行官、隊長だ。え？隊長？ファデュイがモンドで好き放題暴れたことは知っている。だが結果から言えば、今回隊長は俺たちに牙を向けていない。かっこ、おそらく今回スネージナヤと俺たちは運命共同体にあるからだろう。かっこ閉じ。経歴や出身を見抜かれないよう、奴は仮面で全てを覆い隠していた。だが奴は紛れもなく鋼鉄のような人物と言えよう。生身の人間でありながら神々へ挑むことを恐れていなかった。奴ならばクレイのクレヨンを使って遺跡周囲のあの目ん玉みたいなコアを突き刺すことができるだろうな。かっこ、お前らは試すなよ。かっこ閉じ。偵察兵によると、隊長は3日前、命令を受けて、ナタへ向かったらしい。ようやく、奴を警戒する必要がなくなって、俺らもぐっすり眠れそうだ。奴の行動が、俺たちに少しばかり役立ったことは認める。だが、それを加味しても、奴はまだ、俺たちに借りがあるのは確かだ。今頃、モンドは、ブリーズブリュー祭を迎えているだろう。残念だが、今年もお前たちと祭りを楽しむことができそうにない。遠征隊の奴らは、モンドの酒とお前たちと共に過ごした日々をいつも恋しく思ってる。モンドの民と一緒に
祭りを思う存分楽しめ。ついでに俺たちの分も飲んでおいてくれ。暁ワイナリーが毎年出すブリュー祭限定ワインをな。モンドにバルバトス様のご加護があらんことを。俺たちの思いも風に乗ってお前らの元へ帰れるように。ファルカ推進。隊長と俺どっちがすごいかというと、この俺に決まってる。隊長なんざ騎士団には10人もいるんだからな。はあ、はあ、はあ。手紙の内容は以上です。ありがとうございました。ミカ、ご苦労だった。ジン団長、その手紙の最後のページの裏にも何か書いてあるようです。追追信、紙が足りないからここに書いておくぜ。リサ、お前へのメッセージだ。あ、大団長からリサさんへのメッセージのようです。あら、私に？特別なメッセージのようだ。リサ、また後でゆっくり話そう。みな、大団長が言ったように、数日後にブリュー祭が開催される。このタイミングで遠征隊から無事を知らせる便りが届いたのは幸運なことだろう。彼らはモンドに戻り、共に祭りを楽しむことはできない。だが、ブリュー祭は皆が楽しみにしている行事だ。離れた地で頑張る遠征隊のためにも、そして勤勉なモンドの人々のためにも、各自持ち場を守り、職務に励んでほしい。もちろん、休みの間は適度にリラックスしてくれ。久方ぶりの祭りを楽しんでほしい。今日の会合は以上だ。解散。ファデュイの隊長の話が出てくるなんて、オイラの聞き間違いじゃないよな。なんだか重大な事件の匂いがするぞ。でもファデュイのことなんか一旦忘れようぜ。それよりもブリュー祭ってただで飲み食いできた。かわい子ちゃんたち、一緒にジンとお話ししない？さっきは人が多すぎて挨拶もできなかったでしょ。そうだな。さ、来たか、リサ。大団長の手紙はそこのテーブルの上にある。旅人にパイモン、久しぶりだな。さっきは仕事でバタバタしていて挨拶もできずにすまない。もし時間があったら少しモンドで過ごしていったらどうだろうか。もうすぐモンドではブリュー祭が始まるんだ。ジンは数日前からあなたたちのことを話していたのよ。リサゆっくりおしゃべりしててちょうだい。私は手紙を読んでくるわ。モンドはオイラたちにとって旅の原点とも言える町だから。そうだ、ジン団長、ブリュー祭についてオイラたちあんまり詳しくないんだ。どんなお祭りなのか教えてくれないか。ああ、もちろん。ブリュー祭はバドルドー祭やウィンドブルーム祭と同じく古くからあるモンドの伝統的な祭りで、周期の重要な行事でもある。毎年秋になるとモンドには西風が吹き始める。これは収穫期に漂うお酒の香りが魅力的で、お酒を愛する風神を引き寄せるからだと言われている。どこにいようと、あの方はそよ風となって故郷に帰ることができるんだ。おお、まさに風神のイメージ通りだな。そのためモンド人は西風をブリーズと呼び、ブリュー祭はバルバトス様を迎える祭りとして始まったという。かつてはこの時期になると住民たちは新しくお酒を作り、翌年のブリュー祭のブリーズデーまで開けないようにしていた。人々が熟成したお酒を開けるということには、あいつの性格からして来年もみんな美味しいお酒が。祝福の具体的な内容は
私もよくわからない。これらの言い伝えはあまりに古く、細かな内容は失われてしまっているんだ。時代を超えて語り継がれてきたものって全く別の形になってたりするからな。例えばモンド人は風の花はどの花なのかって議論したりするし、いわゆる民間伝承の一つね。まあ本題に戻るが、ブリーズデーでは風神を祀るという風習が今でも残っている。そしてこの祭りもモンド人が収穫の喜びを分かち合い、美酒を味わう祝日になっているんだ。毎年この時期になると異郷を旅しているモンド人が故郷に帰ってくる。モンドに帰ることができない人であれば、ブリュー祭の時期は最も故郷や家族が恋しくなるんだ。おお、だから大団長も手紙に俺たちの思いも風に乗ってお前らの元へ帰れるようにって書いてたんだな。今年のイベントはセピロス教会と冒険者教会が協力して、清泉町郊外のシードル湖で一緒に祝うことになってる。そして期間中は伝統的なブリューフェアを開催するんだ。ブリューフェア？あ、これはもともと酒造業者と農家がお酒の原料を取引するための市場だった。今では出来上がったお酒だけでなく、この時期にしか口にできないジュースやお菓子がたくさん並び、さらにはリユース品や手工芸品を人々が売っている。この機会に騎士団は町のお年寄りや子供たちのためにチャリティーショップを開くつもりだ。おお、なんだか面白そうだな。時間があれば散策してみるといい。欲しいものに出会えるかもしれない。ところでリサ、大団長からのメッセージは何だったんだ？ええ、私もちょうど相談しようと思っていたところよ。大団長にレザーの身分に関する仕事を依頼さ。レザーは放浪寮の狼に育てられたって言ってたぞ。両親が誰なのか知らないし、あいつの話によると狼たちがルピカ、つまりあいつの家族なんだろう。私が知っている情報とほとんど同じね。でも大団長曰く、時計の右側にある3番目の棚の一番上に木箱が置いてあるらしいの。中には彼の両親が残したものが入っていて、そろそろ渡す時が来たとのことよ。つまり大団長はレザーの両親のことを知ってたんだな。ええ、そういうことになるわ。大団長とレザーの関係は単に放浪寮で出会って剣術を教えただけではなかったのね。よし、じゃあ早速レザーを探しに行こうぜ。実の親に関する情報ならあいつにとってきっと重要なことだろ。ええ、そうね。すべてお見通しなのね。さすが可愛い子ちゃん。これまで自分とは関係のなかった本当の両親、普通の子なら簡単に受け入れられる話ではないわ。ましてやレザーはずっと放浪寮で生活してきた。人間社会との関わりが少ない子よ。心の準備ができるかどうか。しかし大団長もきっとその点を考慮しているはずだ。もしかしたらレザーのことを考えた上でこのタイミングを選んだのかもしれない。それも一理あるわ。可愛い子ちゃんたち、お願いがあるんだけど、レザーと話してきてくれないかしら。レザーは私のことを師匠として見ているから、悩みがあっても全てを打ち明けてはくれないの。あなたたちはレザーの信頼できる友人でしょ。こう言ってよろしく頼むわね。それからできればたくさん元気づけてあげて。あの子くらいの年頃はケアとサポートが最も大切だから。レザーは普段放浪寮のあたりにいるよな。
を知ったらどんな反応をするんだろう。ついてきてくれてご苦労だった。平気、走るのは得意、うん、レザーどうしたんだ。知ってる匂い、遠くから帰ってきた友達。レザー、あれ、ルラフも一緒にいる。もしかして一緒に狩りをしてたのか。ああ、ちょうど収穫期に入ったからな。イノシシがよく町やワイナリーのあたりで食べ物を探し回ってるんだ。農作物を踏んづけたりブドウ棚を倒したりするならまだマシなんだが、人を怪我させちまったら大変だからな。安全なエリアからイノシシを追い出すためにセピロス騎士団の人が俺たち狩人に声をかけてくれたんだ。茶色の猫おじさんとイノシシを捕まえてみんなを守る。おほ、レザーも随分成長したな。以前はカリウドたちを避けてたのに。そう言うな。今回うまくいったのはレザーのおかげなんだ。こいつがオオカミに話を通してくれたことで、ここらで狩りをしている間戦闘を避けることができたんだからな。みんなとルピカの役に立てて嬉しい。でもたくさん話す必要があるから疲れる。おう、でもオイラたちレザーに伝えなきゃいけない大事なことがあってここまで来たんだ。ああ、俺知らない。レザーは本当の両親について知りたくないのか。知りたい。でも
くない。知りたいけど知りたくないってことか。旅人、さっき仕掛けた罠の調整に手を貸してくれないか。レザーには気持ちを整理する時間をやった方がいいだろう。いや、レザーの言葉を聞いてざっくりとだが予想がついてな。ここ最近俺たちはいつも一緒に狩りをしていた。あの子は口数が本当に少ない。だが一緒にいるうちに多少ないとも性格が分かってきたんだ。彼はきっと本当の両親に会いたいと思ってる。ただ未知なるものへの恐怖が全てを上回ってるんだろう。俺はこう見えても父親だ。子供については多少の心得がある。ディオナがまだ幼かった頃、狩りで俺の帰りが遅くなると、それから数日間は見捨てられるのを恐れて俺の行動の全てをじっと観察するなんてことがあった。つまりレザーも本当の親に捨てられたって言われるのが怖いのか。そうだ、それが一番重要な問題だと思う。もしそれが真実だったら、俺たちが何を言っても焼け石に水だ。そして他にも気になることがある。レザーは自分のペースで成長してる。すぐに消化できない悩みも多いとは思うが、確実に変化してる。それだけは間違いない。だが実の両親に関する情報を目の前に突きつけられた時、自分がどこから来てどこへ行くのか、そんな問題を短い期間で考えないといけなくなる。ドラフはなんだか考え方がリサさんと似てるな。これが大人なのか。別の立場の人だと、確かジン団長はこんなようなことを言ってたよな。人を信じて直感を信じるって。お前はどう思う？そうか、レザーにお前たちのような友達がいるのは。
もう二人から説明を受けたようね。さあ、この木箱がそうよ。さっき取ってきたばかりで、まだ開けてないの。もし決心がついたら、自分の手で開けてみて。うん。もうついてる。お、箱の中は、こまごまとしたものばっかだな。てっきり手紙とかそういうのがあるもんだと思ってたけど。まさか、時間が経ちすぎて、パルカが他の木箱と勘違いしたのか？匂いがする。お、匂いって、何の匂いだ？ずっと昔、嗅いだことがある匂い。あの人たちの、匂い。人間の、パパとママの匂い。子供の頃に嗅いだ匂いを覚えているなんて、そんなことあるのね。さすがレザーの嗅覚。野生じみた感覚も、一種の才能なんだろうな。他にも手がかりがないか見てみようぜ。あれ、この毛糸のぬいぐるみ、なんだか歪んでるけど、手作りだよな。お、おい、見ろよ。このボトル空じゃない。まだ半分以上お酒が残ってる。それに紙が貼ってあるぞ。サウザンド、サウザンドウィンドブリュー。あら、そのボトルの中身、サウザンドウィンドブリューなの？師匠、知ってるのか？ええ、噂によると、サウザンドウィンドブリューは、モンド人が初めて習得した醸造法で作られたお酒よ。この名前の由来は、材料をたくさん入れるからという説と、家庭ごとに醸造した味が違うからという説があるの。様々な方法で醸造され、味をコントロールするのがとても難しいことを本で読んだ覚えがあるわ。でも、この特性は酒造業の立場からしたら扱いにくいものよ。それに、彼らは配合が安定しているお酒を商品として選ぶ傾向にあるわ。だから、市場や酒場でサウザンドウィンドブリューを見かけることはほとんどないの。狼ちゃん、これはあなたの両親が手作りしたお酒よ。つまり、きっと重要なものなんだよな。あ、そうだ！レザー、せっかく鼻がいいんだから、開けて匂いを嗅いでみたらどうだ？もしかしたら、何かわかるかもしれないぞ。わかった。あれ？すごく真剣に嗅いでるぞ。しかも、どう？甘くて、ひんやりしてて、ちょっと苦い、好き、いろんなものが入ってる。でも、本来の匂いとは少し違う。レザーですら違いがわからないのか？もう少し、嗅いでみる。いいのよ、レザー。自分を追い込む必要はないわ。違う方法を試す。その通り。偉いわ。師匠の言葉をよく覚えてたわね。そろそろブリュー祭の時期よ。お酒に詳しい人がモンドに集まってくるから、きっとサウザンドウィンドブリューの詳細を知っている人も現れるわ。そうか、その手があったな。開幕式はとても盛り上がるから、可愛い子ちゃんたちも見逃さないでね。レザーも一緒に会場に行って聞き込みをするといいわ。うん。たくさん聞いてみる。そばにいてやるから安心しろ。オイラたちは、わかった。じゃあ、俺先に帰る。人間のパパとママのこと、ルピカに教える。